アリスの不思議なラビリンス。アリスエスキュリアスラビリンス。アリスインワンダーランドメイズは、ディズニーランドパリと上海ディズニーランドにあるアトラクション。アリスの不思議なラビリンスゲート不思議の国のアリスの世界観を元ととした迷路を楽しめるアトラクション。迷路自体は複雑でないものの、途中で様々な演出があり、ワンダーランドに迷い込んだ感覚を楽しむことができる。なお、 ハリワンは1951年のアニメ映画を元にしているのに対し、上海版は2010年の実写映画を元としている。アリスの不思議なラビリンス、アリスエスキュリアスラビリンスは、生垣でできた迷路を入り口から出口まで歩いて脱出するウォーク型アトラクション。映画、不思議の国のアリスの最後のシーンがモチーフとなっており、途中には、 チェシャネコやボーボー鳥などアリスに登場するキャラクターが複数設置されている。出口付近にはハートの女王のお城があり、登ることができる。迷路そのものの難易度は高くない。2008年9月はメンテナンスのため1ヶ月閉鎖されていた。アリス・イン・ワンダーランド・メイズは迷路で再現されたワンダーランドの世界を探検できるアトラクション。 2010年のティム・バートン監督作品である映画、アリス・イン・ワンダーランドを元としている。難易度はパリよりはるか難しいが、大人は頭を使えばそんなに複雑でもない。ありがとうございます。